改めまして皆さんこんばんは。ここからは任天堂ダイレクトに戻して皆さんに直接お送りします。それではこの夏に Wii U 向けに発売するソフトをご紹介します。はじめにご紹介するのはこちら、レゴシティアンダーカバーです。乗り物や建造物、植物や生き物まで様々なものがレゴでできた街、レゴシティ。主人公である警察官のチェイス・マケインは、監獄から逃亡して大きな犯罪を企てる悪党レックス・フューリーを探し出すため、この広大なレゴシティで運転したり格闘したり追跡したりと様々なアクションを行い捜査を進める。街にある多くのものがレゴブロックで作られているので、壊して組み立てて使い道を変え仕掛けや謎を解いていくといったレゴならではのアイディアがあらゆるところに散りばめられています。さて、このゲームでは主人公のチェイス・マケインがさまざまな職業に変装することができます。普段のチェイス・マケインは縄のついた銃を使って高いところに登ったり、スマートデバイスを用いて現場調査をしたりなど、警察官ならではのアクションを使って捜査をするのですが、覆面捜査官として警察官以外の職業に変装することで、それぞれ異なる特殊能力を使えるようになります。例えば泥棒に変装すれば、それまで入れなかった鍵のかかった扉の解錠や金庫破りができるようになったり、鉱山作業員になってピッケルで岩を砕いたり、ダイナマイトを使って隠れた道を探し出したり、他にも植物に水をあげて成長させたり、ジェットパックで空を飛んだり、さまざまな特殊能力を使い分けながら謎を解き捜査を進めていきます。また先ほど少し触れましたが、本作には Wii U ゲームパッドのようなスマートデバイスが登場し、 Wii U ならではの操作で犯人の居場所を探し出したり、写真を撮ったり、まずは書の裏手の桟橋からフェリーに乗る、仲間との通信機器として使ったり、マップで次の目的地を確認したりすることができます。そして本作ではストーリーを進めるだけではなく、広いマップを散策して自由にこの世界を満喫することもできます。気ままにドライブしたり、物をむやみに壊したり、スケートボードに乗ったり、フリースローしたり、釣りをしたり、いたずらしたり、泳いだり、猫を救出したり、豚に乗ったり、収穫したり、自由に空を飛んだり、駅を建てたり、タイムトライアルしたり、海水浴したり、爆破したり、コーヒーブレイクしたり、隠されたブロックを探したり、エイリアンを捕まえたり、キャラクターをカスタマイズしたり、簡単には紹介しきれないくらいできることは盛りだくさん。一見可愛らしいアートスタイルのゲームですが、なかなかどうして歯ごたえがあります。アメリカやヨーロッパでは一足先に発売になっています。今ご覧いただいているのはアメリカやヨーロッパのレゴシティアンダーカバーのミーバースコミュニティです。内容の豊富さとユニークさが相まって、お客様の満足度も高いことがお分かりいただけると思います。西洋生まれのゲームですが、今回はしっかりと任天堂でローカライズに力を入れましたので、きっと日本の皆さんにもご満足いただけると思います。皆さんもとても自由度の高いレゴの世界を満喫してみてはいかがですか。レゴシティアンダーカバーは7月25日発売予定です。